いなかったな。方も大事なんです。ランクはちょっとダーツフィルターになっていて、ポイント稼がなきゃいけない。ポネルはチェイスで頑張ってる間、例えばこの人を落としても、自分のポイントを減らさないようにするっていうのが大事なんです。しかもこれ、朝がいっぱいあるやつ。当然、つけないから。
やつ逃して。ヒットの数こういうやつ。肥料を受ければいいだろうよ。ゴールの形だからね、プレッシャーも。マジで、マジでこいつ発電機ポイント取ろうとして、それに肥料ポイント与えないって。そんなにみんな出なくても。ジャン、デッドバランス、バース。助けない必要？ロメロは回復しないんだもん。あ、ロメロじゃない。モレルに文句言って。あいつは回復しないからこうなるよ。回復するべきなのに回復しないから。だから、そこ入れるよ。プリプリやってるやつはそこ入れるよ。あいつを引けたらやれって。どうぞ俺は怒ってるよ。一発もらうことだ。それが嫌です。回復します。だったら行かなきゃいいんだよ。劇団やってんじゃねえんだって。だったら行かなきゃいいじゃん。俺の方が上手いんだから。上手いやつの方がもう時間の無駄だからって言ってないんだよ。どう壁に入ることなんだ。じゃなかったら意味ねえから。うん、レースしてる人ってゲートもわかんねえし、大体は。トレーみたいなのがダメなんだよ。何の戦力にもなってない。回復しないからそうなってる。あれ、本当に回復しろと思ったら俺だって。いや、本当に壁に入るから。なんて何の意味もないってことを覚えなさい。あ、一番上手な人が答えてんだからね。壁に入らないんだったら意味ねえって。やるだけ時間の無駄。救助ポイント欲しいのかって言ったら意味がねえんだ。壁に入んねえから。だから言ってんだ先生。キルちゃん、まあ、ちょっとシェアしてみるわ。